どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はね、羽田空港、国内線ターミナルの、京急の、ね、駅にいるわけなんですけども、今日はね、12月1日ということで、本日はですね、もう関西国際空港のボディ中がですね、プライオリティパスで開始になるということで、本日はね、こちらに旅に行くためだけに飛行機に乗っていきたいと思います。まあ、昔ね、プライオリティパスの聖地ともね言われておりましたんで、今回ね、開店日にどんな感じなんでしょうかね、見ていきたいなと思います。でどうやらですね、ボディ中ができるのが2つ、ね、あるみたいで、まあ、両方とも、ね、利用できるそうなんですけども、まあ、実際に、ね、利用して、まあ、どんな感じで利用できるのかっていうのを、ね、レポートできたらなと思います。でプライオリティパスで、ね、到着時も使えるし、出発時も使えるっていう風になりますので、ここは、ね、結構重要な点になってきますので、ぜひ覚えておいてください。で対象のカードなんですけども、今回ね、私は MUFG プラチナの、アメックスカードで、行きたいと思いますので、プライオリティパスね、結構言っておりますけども、レストラン特典が使えないアメックスのプロパカードはですね、ちょっとここら辺ね、出しておきますけども、使うことができませんので、プライオリティパスね、保有されている方はここだけに注意してください。で、もしね、詳しく知りたいときはね、動画出しておりますので、そちらもね、チェックしていただければなと思います。ということで、今日ね、フライトが13時だったかな。ちょっとね、早めに来すぎてしまったんですけども、今ね、11時半ぐらいなんですけども、まあ、ひとまずね、チェックインしていきたいなと思います。それではね、早速チェックインしていきましょう。それではこちらからねチェックインしていきたいと思います。この ANA スイートチェックインもあと使えるのもあと数ヶ月ですね。はい、今年はねもうダイヤモンド使用しておりませんので、では行きたいと思います。それでは保安検査終わりました。スイートラウンジ行きましょう。ということでラウンジに入ってまいりました。今回ねボディ重控えてますんで、ビールだけにしておきましょう。でですね、あれですね、味噌汁復活してましたね。私が来た時からもうずっと味噌汁はなかったと思うんですけど、味噌汁復活してました。いいですね。ということで、ちょっとビール飲みつつ仕事して搭乗待ちたいと思います。今日の羽田空港はこんな感じになってます。今日はね、天気がいまいちであんまりですね、まあ飛行機はねバッチリ流すんでいいですね。はい、こんな感じになっております。混雑状況はまあスイートラウンジなんで、ね、まあ、そこまでめちゃくちゃ混んでるっていうわけではないですけども、まあ、めちゃめちゃ空いているっていう感じでもないですね。まあ、全国旅行支援もねやっておりますんで、まあまあ混雑しております。逆に ANA ラウンジとかめちゃくちゃ混んでるかもしれないですね。はい、ということでちょっとゆっくりして搭乗待ちたいと思います。ということで時刻はね、1時を過ぎましたので、そろそろね搭乗ゲート行きたいと思います。出発時間はね、13時半ということで、今回ね ANA の、普通席でね行きたいと思います。ということで搭乗ゲートね向かいましょう。このねテレキューブねめちゃくちゃいいですね。私はいつもねちょっと早めに来てここで編集したりねして搭乗を迎えることがね結構多いんですけども、ANA のねダイヤモンドを利用されている方はもうね設置されて結構経ちますんで、もうしばらく多分これずっと一時的みたいな話だったと思うんですけども、まあ多分ずっとあるんですかね。これねいいです。はい、編集とかもね非常にはかどりますんでね、はい、ダイヤ持ってる方はぜひ利用してみてください。ということで搭乗ゲートを迎えましょう。ということでゲート着きました。もうね搭乗開始しておりますんで、早速ね搭乗していきたいと思います。では行きましょう。ありがとうございます、おかけください。どうも。ということで無事に搭乗いたしました。今回
中央駅という座席になっております。機材はね、ボーイング7層になりました。800です。で今回ね、非常口座席になっておりまして、機内にはアルコールシートとビニール袋もご用意しております。座席になっております。でまたね、非常口座席ということで、ちょっとね、座席が広めになっております。ちょっとね、普通の座席がどのぐらい広いのかっていうのはね、ちょっとお見せすることはできないんですけども、まあ、拳でね、見ていただければ分かる通り3つ、4つ分ぐらいですかね、めちゃくちゃ広いですね。ここは 15A という座席ですね。この非常口座席は14、15はね、設定されているみたいで、ここだけね、広くなっておりますんで、このボーイングね737-800利用される際はこちら利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、安全のしおり等々が前に入っておりますね。で、非常口のお客様へということで、こちらがあって、安全のしおり、あとなんだっけ、エチケット袋ですね、この辺が入っております。事前の情報だと、お隣さんはね、いらっしゃらない。お隣さんもいなかったと思うんですけども、まあ、これはちょっと私が確認した情報なんで、これから変更になるかもしれません。まあでもめちゃくちゃ広いですね、はい、かなりゆっくりして過ごすことができますね。で、座席の位置的にはですね、座席の真上という形になっております。こんな感じでね、飛行機の羽がね、バッチリ見ることができます。でですね、窓はね、2つ利用することができて、もう先端までね、バッチリ見えますね。いや、いいですね。ということで、今ね、ご挨拶がありまして、これね、読んどいてくださいということでお話がありました。ということで、約1時間ぐらいのフライトね、楽しんでいきたいと思います。で、 USB がですね、このここにね、表示がありまして、場所的にはここにありますね。はい、残念ながらですね、1人1席では、あ、1人1個ありますね。こっちにもあります。ポートポート向こうにもありますんで、1つの座席に1つね、 USB タイプ A が、ね、あります。まあ、AC はない感じですけども、 USB はありますんで、いいですね。こんな感じになっております。で、座席はですね、イヤホンの、ね、操作するパネルがあって、ジャック自体はここに挿す感じですかね。はい、こんな感じですかね、はい、あとテーブルとかもね、ここに入っております。はい、そういった感じですかね。で、入り口で、ね、イヤホンかかってますんで、まあ、イヤホンもらった方はここでね、音楽とかね、聞けると思います。ちょっと私はね、あんまり利用しないんで、何が流れてるかちょっと分かんないんですけど、こんな感じですかね。で、非常口座席はですね、このバーがね、動かないっていう風になっておりますんで、普通席の方はね、これね、ここで上げれたり、このちょっと後ろの手入れたりボタンを押すとね、上上がったりするんですけども、このね、非常口座席に関してはこれがね、固定されております。上げることができないですね。はい、だからお子様連れの方はここは乗らないから大丈夫ですかね、はい、という感じになります。でですね、こちらは非常口座席ということで、ここにないんですよ。普通ここにテーブルがあると思うんですけども、非常口座席になっておりますので、こちらに、ね、テーブルはございません。先ほど言ったと思いますけども、ここからね、開けて出すことができるようになっております。こういったね、感じになっております。それではね、もう間もなくですね、ドアが閉まったっぽいですね、はい、ということで、関西国際空港まで約1時間ぐらいのフライトね、楽しんでいきたいなと思います。揺れてる。
ど早くターミナルに到着いたします。今日も定時運行並びに安全運行にご協力いただきましてありがとうございました。飛行機は間もなく停止いたしますが、皆様の安全のためベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。ありがとうございました。ということで関西国際空港に、ね、到着いたしました。ちょうどね今向こうの方からですね降りてきて、この関西国際空港ね非常に綺麗にリニューアルされたんですよね。ということなんで今からねボテジューの方ね行きたいと思います。ということでどんな感じで使えるのか、一応2つ使えるお店がね使えるそうなんですけど、それもちょっとね見ていきたいなと思います。ということで早速行きましょう。マップの方に、ね、やってまいりました。今私がいるのはちょうどこのエリアで、ここがね新しくこのフードコートとしてできた場所みたいですね。で、この1番にボテジューがあって、これがもう1個のボテジュー書いてあると、ちょっと読めるかどうかわかんないですけども、ジャパントラベリングレストランバイボテジューということで、こちらもボテジューのお店だから、これどっちかとね使えるみたいな、そんな感じだと思うんですけども、まあ、今回ね、はい、とりあえずこっちを利用していきたいと思います。ということなんで今ね1番ここ今ねここにいますんで、こちらの方に、ね、行きたいと思います。あ、ちょうどあれですね、右の奥の方にあるのがボテージのお店ですね。さあどうでしょう、どのぐらいお客さんいるんだろう。そんなにないですかね、まあまあぐらいで、お店は向こうなのかな、わからないなわかんないね。ボテジューの看板ここにあるんですけども、ああそういうことか。普通のボテジューとこのジャパントラベリングっていうお店が一緒になっている感じですかね。はいはい、書いてありますねこちらに、ラウンジキー、プライオリティパスと、あとダイナースも使えるみたいです。ちょっとね飛んじゃってるかな、こうすれば見えるかな、はい、上の方にねボテジューっていうね、看板があると思いますけども、それとその隣ら辺の B 級グルメも一緒にいただける、まあ同じお店みたいな感じなんですかね。はい、ひとまず聞いてみたいと思います。ちょっとどんな感じで利用できるのか私も全然わかんないんで、では行きましょう。すみません。はい、失礼いたします。ということで無事ね入ることができました。冒頭に言った通り今回ね。プライオリティパス使ってんだね、このカードですね、 MUSG プラチナカード、これの、プライオリティパスで入っております。はい、こちらはアメックスブランドですけども、まあ、このカードはね発行してるのが MUSG なんで、まあ、アメックスなんですけども、このプライオリティパスのレストラン特典をね利用することができるといった形になります。ですんでね、ANA アメックスゴールドとか、アメックスゴールドとかアメックスプラチナとかね、そういったものは使うことができません。で、入り口でね、プライオリティパスのカードが渡してというか、まあ、店員さんがね反対側にいらっしゃいますんで、そこで店員さんに言って、でプライオリティパスを読んでいただいて、まあ、こんな感じのねレシートみたいなのがもらえますんで、そうすると、まあ、店内の方にね、案内していただけるという感じです。で、1搭乗券につき1回というふうになりますんで、私はね今日帰りますんで、帰りにも利用できるという感じになります。ということで、ここはねレストランになってますんで、まあ、レストランで、3400円分無料で利用することができます。で、超過分に関してはおそらくプライオリティパス経由でクレジットカードの、ね、請求が来ると思います。ということなんで、メニューがいただけますんで、まあ、これでね3400円分、ね、注文していただければ無料でね利用することができるっていう形になります。ということで店内はね、まあ、今は半分以下ぐらいですかね。はい、結構ね今日使われている方も、ね、いらっしゃるみたいなんで、やっぱりねすごいですね、プライオリティパスね結構知名度があるんですね。ということで、あ、そう、使えるのはねプライオリティパスラウンジキーダイナースカードですね。ですんでこれどれか持っていればこれ使えるっていった形になります。ということで注文していきましょう。何がいいかな、まあ、3400円分なんで、せっかくなんでね、お酒も飲んでないんで、わ、すごい、お酒もいけんの、すごいですね。山崎とかあります、いけるのかな、これも。でも請求なんで多分変わんないと思うんですけど、山崎12年もののミニボトルとソーダ割りのセットね、これいけますね。
帰りこれにしようかな。うん、今食べて帰り多分食べれないと思うんでね、はい、こういった使い方もいいですね。ビールとかそれ以外には響きとかもありますね。いやすごい、めちゃめちゃいい。はい、あとアイスコーヒーとかね、ソフトドリンクとかもあります。でやはりね、どうやら、お店の看板は2つあるんですけども、実際のお店は1つみたいな感じで、まあ、このフードコート、まあ、こういうレストランですけども、この中で、まあ、2つの、ね、お店が名前が入ってる感じですね。はい、ですので別の店舗とかではない感じですね。何にしようかな、とりあえずたこ焼きとお好み焼き行きましょうか。お好み焼き、ネギ焼きにしましょうかね。はい、こんな感じに見せればいい、こんな感じ、はい、たこ焼き、唐揚げ、あとフラクシアティ、コンペ焼き、これはまあさっきお見せしたのと一緒なんですけど、はい、こんな感じになっております。いやめちゃくちゃ種類あっていいですね。あとね、牛ハラミ焼肉、これは何なんだろう、ホルモン焼きみたいな、まあ、これは牛ハラミですけど、ホルモン焼きとかもあるんですね。いやめちゃくちゃいいなこれ。あとおつまみとかもねあります。あ、いいですね。枝豆からきゅうり、ベーコン、筋コンに、あとサラダとかもねあります。ひとまずねちょっといろいろ見て注文していきたいと思います。3400円分です。ということで注文いたしました。コーラとたこ焼きと、お好み焼きということで注文いたしました。まあ、これでね3124円ということで、まあ、あと200円ぐらい注文できるんですけど、まあ多分そのぐらいの価格帯の商品はねなさそうなんで、あ、ミネラルウォーターとかありますけど、まあでも ANA ラウンジねありますんで別にいいですよね。はい、ということなんでこれでいきたいと思います。いやホルモン焼きとかね食べたかったんですけど、どうしましょうかね。もし足りなかったらもう一回来れますんで、もう一回待っていきましょうかね。はい、ということで、はい、注文完了しましたんで待ちたいと思います。でね、あとねこの B 級グルメ的なのもお店の中に入ってまして、見えるかな、見づらいと思うんですけど、フォワダのバラ焼きとか横手焼きそば、冷たい家北の冷たい肉そばとかね、いろんなのがあります。だからラーメンとかいろんなものがありますね。めちゃめちゃ種類ある。あとねラーメンもありますんで、ラーメン好きな方いいんじゃないですか。心の味噌ラーメンとか醤油ラーメン、塩ラーメンとかね、はい、あります。あ、これは札幌の北海道ラーメン機構ですね。いやめちゃくちゃ種類あるだろ。めちゃくちゃ種類ある、はい、ちょっとこれはね全部お見せできないですけども、あの海鮮マグロ丼とかもねありますんで、これ2500円なんでね、はい、無料で食べれますね、はい、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。まあ、こういうものもねいいですよね、はい、うどんからそばラーメン、横浜の鉄板ナポリタンとかもありますね、うん、いやめちゃくちゃすごい種類めちゃくちゃありますね。これはね飽きないですね、はい、ぜひ皆さん来てみていただければなと思います。ありがとうございます。はい、ベルカになりますので、はい、あ、トリンクですね、承知しました、ありがとうございます。ということでいただきましょう。ね、お好み焼きはね鶏肉みたいですね、はい、これね、これが鳴るみたいですね。ちょっとフードコートのちょっと違うバージョンみたいな感じですかね、はい、ということでたこ焼きとコーラが来ました。いただきましょう。コーラうまいですね。あとたこ焼きです。ちょっと飛んでるな。ということで、映るかたこ焼きです、はい、よいしょ。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。ということで、あ、ここにおしぼりが入ってますね。で、上にお箸が入ってると、あとナプキンケースとかも入ってて、フリーワイファイもね、ここに書いてあるんで使えるんですね、はい、ということで、いただきましょう。いや、いいな。いや、海鮮丼とか食べれちゃうのやばいですね。どうしよう、もう一回来た時海鮮丼にしようかな。せっかくなんで、ね、こんなに種類あると思わなかった。でも本当にいろんなのが食べれるんでいいですね、うん、
これはちょっと帰りも楽しみになりましたね。ということでいただきます。とりあえずたこ焼き、もう手中のたこ焼きとか食べたことない。ではいただきます。めちゃくちゃうまい。いや関西国際空港第一ターミナルめちゃくちゃいいんじゃないですか。これはプライオリティパスね、持ってたらね、行き到着両方利用できるんでめちゃくちゃいいですね。うん、今日12月1日で今日ここオープンしてね、結構混んでるのかなとかね、ちょっといろいろ思ってたんですけど、まあ、まあ時間帯的に今ねちょうど3時半なんでね、そんなでもないですね。はい、ということでちょっとお好み焼きはねもうそろそろできると思いますので待ちたいと思います。それでは、やってきました。めちゃくちゃでかい、ちょっと飛んでるかな。どう、よいしょ、大丈夫。はい、こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそうですね。はい、それではいただきましょう。いやー結構ブリーミーなんですね。お手中のお好み焼きとか私初めてかもしれない。ではいただきましょう。いただきます。お肉とか牛すじみたいなのも入っててめちゃくちゃうまいですね。 あとそばも入ってるんですね。これはいい。私はねエビがいただけないんでエビを抜いていただきました。ああ、いやいいですね。いやいいですね。いいしか言ってないですけど、これが3400円分無料で食べれて、しかも到着でも使えるってのがいいですよね。どっかから行って関西国際空港帰ってきて、その時に寄ってお家帰るみたいなね、まあ、もちろん利用できる方はね限られますけども、めちゃくちゃいいですね。まあ、お酒飲んでもいいですし、いろんなものが選べるのはねめちゃくちゃいい。ということでこんな感じになっております。ひとまずこれで3200円ぐらいですかね、はい、無料でいただきました。ひとまずね、あとはゆっくりいただいて帰りも取りたいと思います。ちょっと恥ずかしいですね。ということでいただいちゃいましょう。ということで無事完食いたしました。あのですね、もう何も食べれないです。このお好み焼きめちゃくちゃボリュームありますね。はい、いやそんなにね量多くないと思ってたんですよ。ですので帰りに海鮮丼とか思ってたんですけど全然無理ですね。はい、ということで大満足です。ありがたいですね。ぜひ皆さんプライオリティパス持ってない方は発行していただいて、持ってる方はぜひ関西国際空港の第一ターミナルにあるロテ州ですね、利用することができますのでぜひ、ね、利用してみてください。ということで私はね東京の方に帰りたいと思います。なんかねこれを持っていくだか持っていかないだかそんなようなこと言ってたんですけど、ちょっと分かんないですけど、ひとまずね会計していきたいと思います。このもらったレシートとかがいるのかどうかもちょっとよくわかんないんでね、はい、とりあえずね外出たいと思います。ということでお店ね出ました。こちらはねモテジュになっておりまして、ここねカウンターでプライオリティパスね見せていただいて、で中でね案内されるみたいな、そんな感じになります。でそこのね看板にプライオリティパスとかねラウンジキーとかね書いてありますんで、まあ、ここ見ていただけば分かりやすいかななんていうふうに思うんですけども、こういった感じになります。で会計はね先ほどやっぱりね黒いやつを会計のところに持ってって、まあ、会計するみたいな、まあ、そんな感じになっておりまして、3400円分ね裏引きということで、まあお金はね今回私は3200円ぐらいだったので、まあ、お金を払わずね済んだっていった形になります。はい、ということで今回ですね、ボテジュを食べに東京からね、やってまいりました。いや非常にいいですね。めちゃくちゃいい。羽田空港にも本当に欲しいですね。あー、このいろんな食べ物がね選べるっていうのは本当にいいですよね。はい、飲み物だけとかねそんな利用方法もね、いいと思いますし、がっつりね食事するのもねいいと思います。今ねポイントサイトの案件もね MUFG プラチナカード出ておりますので、ちょっとね後来に出しておきますけども、ぜひね持たれてない方は発行してみるのもね、実質無料かな、はい、プラス5000円ぐらいもらえると思うんですけども、プライオリティパスで発行することができますので、ぜひ
利用してみてはいかがでしょうか。ということで今回ですね、ちょっとね帰りも利用したかったんですけども、もうお腹がいっぱいで何も食べれそうもありませんので、私ねこのまま東京の方に帰りたいと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。